はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、アンヤコーロです。小説の神様とも称されたシガナ直ヤ。彼の唯一の長編がこのアンヤコーロ。完結までに26年を要し、シガナ直ヤ自身も生みの苦しみを味わったと述べていますが、この小説もまた主人公、 と言ってもよいでしょう主人公時藤健作は両親に愛されることもないまま祖父の家に引き取られて育ちます成人して小説家となるも思うようにならず彼は祖父の妾であった20歳年上の おえいという女性に家のことを任せて自堕落に過ごしますがふとおえいに対し連舫の情を抱きますそんな中彼はふとしたことから自らの出生の驚くべき秘密を知るというお話ですさて実は私この主人公あんまり好きではないんです もちろん彼の出生のの出秘密は悲しいものなんですが、彼自身何度も周りに「もうそのことは気にしていない」と言うんですそのくせ何か不幸が起きるたびに全てを出世のせいにして周りに当たっているように見える彼は後半新たな苦悩を抱えることになりますがそれも気にしていないと言いつつ 何かにつけて人に当たるようになり、あげく一歩間違えれば取り返しのつかないような暴力も振るってしまう。トンカチを持つと全てが釘に見えるという英語のことわざがありますが、まさに主人公は苦悩を持つと全てそれのせいに見える状態になっていたのではないかなと思います。とはいえ、 苦悩というのはそれだけ人を変えてしまうものなのだとも感じました、まあ、私自身は幸い、まあ、大きな苦悩も経験せずに濃々と生きていきましたが、まあ、この小説を読んで、まあ、自分が接している人の中にも想像だにできないような苦悩を持った人がいるかもしれない、まあ、そういう人に仮に理不尽な行動を捉えても、まあ、思いやりを持って受け止められるよう優しくなろう、まあ、そう思いました さてまあ、全体的に悲しい内容のはずなんですが志、まあ、賀直哉の淡々とした文章のおかげで不思議と暗さは感じず、まあ、サクサクと読みやすい小説ですのでぜひ「暗夜航路」読んでいただければと思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいですではまた明日お会いしましょうバイバイ